これ考えさせて、実は鍵がここで当てて外に出られるっていう、そういう、あどう、あどう出れそう。脱出時間2分。あ、ダメですね。というわけで本日も始まりました脱出マップ。というわけで2個目なんです、2作目なんです。2作目って言っても連続同じ作品やってるわけではないんですが、初めてなんですけど。あ、そうなんですか。2作目のメンツがだいぶ変わってます。全然差分かりしましたけど、いいんですか。だいぶ差分かりしたメンツでやるんですけど、今回はですね、オットセイは1号室っていうマップになります。オットセイは1号室という謎解きマップです。オットセイってあれですかね、あのたぶん、おうおうおうパン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 ってやるやつ。そうですね。おうおうパンパンパンのやつですね。すごい卑猥に聞こえんねんけど、それはお前の心が。あ、そうですか。うん。汚れとる、汚れとる。あ、すいません。謎解きマップあるあるの、大体この本を読んだら書いてるやついきましょう。あ、そうです。はい。というわけで。はい。多分これに入るんやろうなっていうモヤがすごい出てるんだけど、あ、前回3人は参加されてたかん、いや、あの僕とショッピ君だけです、ね、ショッピとこの2人です。俺が初めてだね。そう、俺も初めてなんよ。あの、なんかもうすでに2人がサクサク進めてくから、もうちょっと戸惑いはすでに隠されへんねんけど。そうかそうか。いや、でもとりあえずあの煙の中に入ってください。ここに入ればいいの、多分あれ。ダイブ。あれ、ん、あ、ん、あ、あ、移動した。え、消えた。移動したわ。え、こっちだ。え、おお、いつも部屋やぞ、お前入ってくんなって。え、個室やん。めっちゃいっぱい、なんかすごい鍵いっぱいある。鍵めっちゃ、しかも全部名前書いてる。え、これ全部いるってこと。え、名前の稼いでたりとか。こういう時に鍵って大体隙間要素がないわ。お疲れ様でした。ちょっと待って、これ全部持ってくん。何個か名前かすれてんで。え、ちょっと待って、開くんで普通に。だからここは自分の部屋やから出れるけど、他のところは鍵がないと。ああ、そうかそうか。こんなガラス。え、じゃあとりあえず俺4列目。終わられへんわ。なんでその中途半端なところ。ちょっと待って、あのゴキブリの鍵あんねんけど。いらマングース、スズメバチ、ゴキブリ、リュウグウの使い、クリオネ。じゃあ行っちゃう。わからんけど、とりあえずもらってくね。オットセイ、この鳥、トナカイ。わー、これ管理できねえ。お前多分オットセイとかかなり大事やと思うで。あの2番目残ってて草。え、これでも名前かされてんのもあんねんな。そうそう。え、これじゃあとりあえずもらっときますね。待って、横の部屋なんか別に光ってんねんけど。光ってる。そんなことある。ほんま光ってる。光ってる。ビッカビカや。ゲーミングベッドや。ゲーミングベッド。え、なんか、ちょっと待って、あ、こは違うとこ光ってる。窓が光ってる。あー、なんかそれで謎解き要素があるのかな。あー、はいはい。え、なに、あれ物が落ちてるとか。おいおい、ちょっと待ってくれぜ。なに、今なんかこう光ってて、マイヤロで近づいたらカーンってなって消えた。あー、え、消えた。うん、光消えたな。だから多分各部屋の光ったやつを体当たりしてなんか取っていくみたいな感じ。だって意味ありげにチェストまだあるわ。ちょっと待って、脱出ゲームなんやんな。ロックされてますけど。あ、ロックされてる。でもこれがあれちゃん、鍵とか使う。え、これなんか開くんちゃん、はい、全部試そうぜ。総当たりの裏技。そう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 。ほな、開いた勝ちなんやから。開かへんわ。開かへんわ。え、ちょっと待って、これなんか謎解き用のヒントはなんかない。とっかかりがないっすね、今。ベッドが光ってるとかぐらいしかないけど。これ、こういう各部屋でもとりあえず鍵とかで開いたし。あ、開いた。え、開く。え、今何で開けた。いや、鍵いらんのちゃう、もしかしたら。マジか。開くんそれ。あるいは、タツの落とし子の鍵持ってる俺。あ、上光ってる。開かへんわ。あ、開かへんわ、うん。あ、タツの落とし子の鍵なんや、そんじゃここ。じゃ、タツの落とし子ね、ここ。あ、じゃあ全部当たりがあるんやわ、どっか。各鍵が対応してんねや。え、これ超総当たり戦始まる。せやな。ちょっと待って、これありますね。取れへん、それ。あ、取れた。ナイスナイス。カン、確かに。カンって言った。え、それを取っていくやろな。じゃあな、トントン。おー、いや、ここには扉が開き、あ、これが開放できるから。中から開けてやった方がいいな。あー、確かに。総当たりやん。各自持ってる鍵でちょっと開けていったらいい。あ、ここゴキブリや。ゴキブリ。ゴキブリや。いやー、お前んちゴキブリの積みか。近づきたくねえ、そこ。うわ、くっさー。え、でもこれさ、光のない部屋もあるよな。そこ、あ、そうね。俺らから見えへん方向で光ってるんじゃない。カナリアや、ここ。ちょっと待って、これ。俺だよ、イルカ。ちょっと待って、俺の持ってる鍵何も反応せんかってんけど。わろうか。え、ってことは、まだどっかに部屋があるってことね。まだあるんでしょ、ここ。あ、リュウグウの使いあった。
え、ここ誰か開けた？カーン言うたよこれ。俺入れたとこは全部開けていってる。そうそう、俺も入れたとこ開けてきてる、ちゃんと。ここチェストアってちょっと気になんねんな。スター？チェスト、チェスト。あー、開けてみるか。ここ一番開きませんね。そう、開かへんね。まだ足りてないんかな。イルカは開いたよ、ちなみに。あ、それゾム俺に試すわ、そこ。ここね、俺開けた、イルカ。あ、マングスやここ。いや、イルカで。え、イルカや。あ、じゃあロボットが開けた。そう、俺が開けた。これもしかしてさ、水の釜あるとこは水系とかそういうのがあるんかな。あ、そういう、あ、そういうのあるかもな。じゃあ、ってことは水の釜、ね、なんかこのあの環境がある、設定されてるとか。どの部屋がどの鍵かってメモっとかなあかんのかな、これ。あ、ちょっと待って、分かったか、俺。これ、考えさせて、実は鍵がここであってて外に出られるっていう、そういう。どう？どう？出れそう。脱出時間2分。あ、ダメですね。これ、そういやさ、ふと思ってんけど、ここって誰か開けれる？ここ。え、どこ？わしのいるとこ。これ試してない。試してないな。試していこうぜ。開いた。開いた。殿様バッタ。殿様バッタ。とりあえず使えた鍵あげる。花床があるよ、でも。なんか使えそう。あ、名付けとかで使うぐらいか。え、マジで何もわからん。まあ、でも、開いた部屋は開けっぱなしにしていこうか。そうね。そうやね。あと開いたけど箇所だけかな、開いてない。あのチェストがある部屋だけ開かへんで、これ逆に今ここで開いたりせへんのかな。あ、切れそう。はい、閉まってる。開かねえ。これ右クリックで開けんの？それとも持ってたら勝手に開く？持ってたら勝手に開くな。ドアがちんとこで開く感じ。じゃあかん、これの持ってらっしゃ無理やな。え、これ早速もうあれですか、物探し始まる？これ分からへんなぁ。なんでここだ、これさ、でもさ、名前のかすれた鍵があったやんか。うんうん。他の人って持ってる？これ持ってない、俺に4列目だけ取ったからない。うん、これ2個あんねんの、なんかこれだけ。これひょっとして何かに、ここの部屋開けるのにヒントがあって、名前つけたらいけるのでは。経験値使って名前つけるんやろ。あ、そう、あり、それはありそう。あったから、トントン1持ってるからつけれる。ここの部屋って何のかに使って確かに。スタートの隣やと、オットセイ、コウノトリ、トナカイ、シロナガスクジラ。ちょっと待って、一応閉めてみて、開けるかチェックしてるかどうか。イルカ。イルカ。そこにイルカね。うん、イルカ。なんか、そう、一応、右はあれだね、しりとりになってるね。あー、ほんまや。確かに。まあ、でも、左はイルカカナリア。イルカカナリアーやから、次、アーから始まるんですよ。アーから始まるんですよ。あ、ない。から始まるやつ。ないわ、俺。言われて。アリクイあるよ。え、アリクイ。え、アリクイがここじゃない。じゃあスタート。カナリアやったもんね、ここは。スタートイルカカナリア。俺持ってるカナリアの鍵でここ開くから。え、でも俺アリクイ赤って思ってる。あれ？ん？バグった？じゃあここがアリクイやった説？そこ？あ、実質のスタートが？いやでもアリクイやったこと。いや、そうやったでも順番。一回閉めてみよう。いや、アリクイ、イルカ、カナリアーってループしてる。いや、分かる。俺も自分の部屋開けるかに持ってないわ。やってみて。あ、確かに、それ確かめた方がいいか。いや、何も分かんない。他にも鍵で。あ、これオットセイや。はいはい。あ、じゃあ最初はオットセイが一番最初、ね、オットセイ、イルカ、カナリア。じゃあアリクイやんけ。アーから始まって、トーで終わらなあかんのか、そんじゃ。うん、ああ、そんなもそうよね。アリクイルカカナリア、なんとかトノさんはバッタで右にする。うん。アント。あ、おにゃららと。アント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 。あー。あーから始まって、トーで終わるやつ。いや、こういうのはね。ああ、植物やったらアジサイとかあるけど。どうで割る？あ、お前や。ゾフ、喉けてるやん。黙んな、みんな。もう俺ここまでのようだ。あ、いや違う。アメンボあとこれ、あれちゃうか、最近 AI が発達してるでしょ。AI に聞いてみるわ。あ、確かに。お前天才か？リングに。はいはい。リングに聞いてみるわ。カナリアとトノサンバッタの間に入るの何ですか？そう。アーから始まって、トーで終わる生き物を教えてくださいか。聞いてみようかな。舐めたこと言ってきた。アーから始まって、トーで終わる生き物はアリクイですって言ってきた。アリクイが正解やぞ、これ。アリクイか。アリクイか。天才やな、お前、マジで。じゃあ、アリクイで行ってみるか。うん、アリクイの鍵が正解やわ。赤変ね。一
ちょっとビング君に解釈は、舐めてんのか。なんか他のヒントがあんのかな、どっかに。ごめんなさい、私あなたを傷つけるつもりがあります。ごめんな。ちょっと助けてくれ。アンモナイト。ああ。いけるいける。アンモナイトってこれに英語じゃないの？日本語なの？一応アンモナイトで習ったで。うん。日本語訳がなくないか。アンモナイトの日本語訳多分貝のなんかになるから。じゃあアンモナイト命名してみる。やってみよう。カナドコでやればいいんやろ。だってそれ以外にないんやろ。アンモナイトの鍵。アンモナイトのごめん1いるわ。1ある人。はい。やって。これで見せたときもう笑うしかない。笑いやめじいた。多分これでいいんだよな。多分これ命名的にはそうやと思うけど。ああそうやね。よし、アンモナイトの鍵。おいいぞ。ゴー。唯一それ、まあ、一応魚類、いや貝類。いやこれでもうパカパカーよ。まあユニコーンの鍵とかあるぐらいやからアンモナイトぐらい。開いた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 。サモさん天才。開いた。アンモナイトでよかったよ。でっか。え？ねこれハサミとレバーができたの。え？はい。カーペットを剥がすことができる。ああ。あの鐘を鳴らすのはあなたよ。あの鐘。じゃあちょっとカーペット剥いじゃおっかな。あ、そうそういうこと。おお、どっかに、どっかに何かあるはずや。あー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 どういう？多分ここ手続いてんじゃんこれ。しかもこのレバーが鐘を鳴らすことができるって書いてるけど、鐘なんてなくない？鐘は上にあるんすよこの建物の。これ繋がってそうやな。本当だ。鐘だあれよく見たら。あそこに行くんじゃない？レバー使うために。あそこ繋がってんねや。あでもなんか繋が、あれなんか形になってる？これ剥がれる？ああこの形あれちゃんクロスワードちゃん。ああはいはいはい、あーあー、ね、クロスワードっぽいな、うん、すごいっぽくないこの形。あれ赤色や。赤となんか謎の、あ水色、赤水色、僕が緑からの、あオレンジ、オレンジでこれなんかこれなんだろう、そこだけ。これさレバー置けるんかな。レバー置いてみるか。設置できる場所どこなの。あ置けた、あ置けた。なんか後ろが光ってる。おなんか割れたぞ。えなんかえなってるなってる。えこれ何あこれクロスワードして当てはまる文字が光ってるんじゃない。ああ。ここの文字を並べろみたいな。ああえここは同じ青ですよって言ってんのこれ。えどういうこと。え終わった。あ終わってる。あいやでもそうだよ、ここの色で光ってるよ今。オレンジなんかそのクロスワードにしてはなんか、クロスワードっぽくないよね。そうね、うん、じゃあ何やこれ緑って今度。これ順番に鳴らせってことじゃないの。レバーとか取れないの。上のホッパーがあるから色がついてる。多分鍵入れなあかんやつやな、うん、入れていくやろな。やっぱあれじゃない、対応した鍵の名前とか入るんじゃない。色ごとに分かれてる。入れるためにはこの模様の謎とかなあかんから。うん、3文字ここイルカだと思います。てかカリーちゃんちょっとシートに書いておきましょうよ、名前何があるか。確かに確かに。えこれ使った鍵じゃないんかな。さすがに使った鍵では。いや使った鍵じゃない説はあるか。全然あるな。でも俺使った鍵っぽいなっていう気持ちもある。なんか最後に入れるのはこっかの別の鍵な気はすんねんけど、その入れるワードは使った鍵のワードの可能性もあるよね。まあ分からんということだね。でも確かに。だってロボロはイルカで予想してんやろ、ここ多分。イルカ、カナリア、アンモナイトまで入る。おお。で、ゴキブリも入る。右は。ああ、なるほど、ね。はいはいはい。今やってくれてるから埋め終わったら入れるけど。そうね。
9文字は多分リュウグウの使いぐらいやと思うねんな、うん、かちょうちゃんこだね、うん、そのオットセイか、あこれあれか、殿様バッタかな、これ多分タツノオト、あはいはい、うん、シーコーやな多分、うん、そうだよね、めっちゃ綺麗、え、お前ら天才か、埋まったよ、え、完璧やん、で、これ光を見て多分これ決めるんちゃう、あ今から始まるで、緑さんたんさんとたのそうサンタ隣るユニコーンや、はいはいはい、天才、2つ分かったよ、これで緑とオレンジが、え、マジ、うん、緑はね、サンタの隣なのよ、トナガイでしょ、こんな、あー、分かった、生きた化石だからこれ多分アンモナイトだわ、あ、違う、シーラカンスか、シーラカンスやな、え、じゃあ俺、トナカイの鍵くれる、俺入れてみるわ、あれ、あのゾムが持ってる、多分ゾムちょうだい、この中に、はいはい、持つと大きいかな、青色、持つと大きい、あのゾムが何色、赤色、じゃあこれやな、シーラカンスか、俺ユニコーン持ってたはず、もらうわ、鍵俺が全部奉納してくるわ、持つと大きいだけが分からん、多分持つと大きいやと思うけど、ユニコーンが、ロボがオレンジか、でアンモナイトが、ない関係ないか、うん、シーラカンス、多分そうやと思うけど、あ最も大きいかな、最も大きい、最も大きい、最も大きいやな、それ多分シロナガスクジラ、シロナガスクジラ持ってんな、シロナガスクジラ、よし、もらうぜ、天才、いいよ、お前ら天才の塊やな、お前ら、これで色が上がりましたね、でこれでジャッキ、おーなんか、おーなんかジャッキって言った、これテスト開いたんじゃん、パカ開いた、え、おお、何入ってる、スコップ、ほら、あ、じゃあ砂、何を掘れる、スコップ、スコップ、砂、これで、どっちから行きますか、右ですか、あーそっか、なんかあった、やっぱ左、左から行きたくなるから、あーなるほど、どう、おお、じゃあ、あの、この、あ、地下が開いた、あー開いた開いた開いた、この勢いで、じゃあ、あの、反対も作業してみます、はい、反対も、あ、そっちからあれね、同じ階段かな、これ多分反対、黒の巣だらけや、またカーペットあるから、それをやっていくと、おー、ちょっと待って、またカンカンやめてよ、もう上のレバーこれ はめようか、音鳴ってるし、まあそうやな、止めようか、一回止めようか、さーて、またクロスワードかな、なんかぽいよな、見た目、え、